アメリカ格付け会社スタンダードプアーズは15日、中国の不動産業が今年後半に苦境が激化したため、年末までに銀行業の不動産不良債権比率が今年半ばの2倍以上になる可能性があると警告しました。SP が15日に発表した調査報告書によると、 中国の銀行業における不動産不良債権比率は2021年半ばに2.5%、2020年末に2%、2021年末には5.5%に上昇する可能性があるといいます。不動産業は圧力に直面しており 不動産開発業者の約3分の1が財政難に陥っていると推定され、2021年には全体の不良債権比率も約20ベーシスポイント上昇し、銀行の収益を弱める可能性があるといいます。中国銀行保険監督管理委員会はこれまで不良資産の銀行に対する圧力が続いていることを繰り返し警告しました。 銀行の不良再建残高が9月末で兆元約兆約円に上りまし,たしかし、中国公式が発表したデータには隠蔽と偽造の疑いがあり、専門機関や専門家の推算によると、中国の銀行業の不良債権は、公式が発表したデータをはるかに上回っているといいます。 S&P が2020年2月20日に発表した研究報告書によると、新型コロナウイルスの流行は、中国経済に大きな打撃を与え、個人や企業の収入や利益が激減し、債務の返済が困難になる可能性があるといいます。最悪の場合、中国の銀行業の不良債権は、7.7兆円、約138兆円から 10.、10.1兆円、約181兆円に達するでしょう。